ブランデンブルク領黄金海岸、後プロイセン領黄金海岸は黄金海岸の一部に存在した植民地。ブランデンブルクによって設立され、1682年から1720年にかけて存在したが最後はプロイセン王、フリードリ・ヒビルヘルム一世が7200ダカットでオランダに売却した。ブランデンブルク選定校のフリードリ・ヒビルヘルムの出した。 直挙によって1682年3月17日に設立されたブランデンブルクアフリカ会社によって西アフリカの黄金海岸、現在のガーナのスリーポインツ岬の周辺のギニア湾岸地域に2つの小規模な植民地が設立された。1701年にブランデンブルク船帝港フリードリヒ3世がプロイセンの王として退官してプロイセン王国が成立した。 しかし、植民地経営としては、不振が続いた。1713年に即位したフリードリヒ・ビルヘルム一世は、兵隊王と、あだなされるほどの熱心に、陸軍戦備に取り組み、アフリカの植民地への関心は低かった。1711年から1712年4月まで、オランダは再び、ドロテアトリデを占領した。1717 17年に植民地はプロイセンによって、 物理的に放棄されたため、1717 17年から1724年まで、現地人の有力者のヨハネス・コンラートは手勢でもって、グロス・フリードリヒスブルクの要塞を支配していた。1721年、植民地への権利はオランダに売却され、オランダ領黄金海岸の一部として、グロス・フリードリヒスブルクは、ホーランディアと改名された。ヨハネス・コンラートはオランダに抵抗して、 要塞を保持し続けたが、1724年に撤収した。ありがとうございます。